もランルイのルイです。こんにちは。今日は一人ということでランが試合の方に行っていて、今日は一人なんですけど YouTube 撮っていきたいと思います。今日来ている場所なんですけど、京都の上賀茂 MK ボールさんボーリング場に来てます。今日の企画なんですけど、プロのバレーボール選手が他のスポーツをしたらどうなるのか、イエイランはね、割と何でもできるっていうか、見てみたらできるんですけど、自分はコツコツやるタイプなんで全然ボウリングの自信ないんですけど、さっき練習1回したんですけど悲惨なことになりまして、どういう結果になるか分かんないんですけど、今日ゲストの方をお迎えして一緒に対決していきたいなと思います。で、今日のゲストの方なんですけど、 YouTube の方で映画監督親父キャンプ飯という YouTube チャンネルで自分も見させていただいたんですけど、映画監督をされている増木さんをお迎えして2人で対決していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、では、今日の対決していただくゲストの方をお迎えします。増木さんです。お願いします。お願いします。お二方の意気込みを一人ずつお聞かせいただければなと思います。はい、ランルイチャンネル代表としてしょうもない結果を残さないように一生懸命頑張りたいと思います。文化人ってね、舐められがちなんで、ちょっとスポーツもできるんだぞというところを頑張りたいと思います。一応負けた方には罰ゲームっていうのを用意してますので。罰ゲーム、はい、罰ゲームの内容はなかなか言えないんですけども、罰ゲームあるかもしれないんで、はい、集中。いきます。やばいってじゃあ、いきます。はい、マジか。いきなりストライクです。やば、バレー以外何もできんのバレる。うわ、いいんじゃない。よし、いけ。このままダラダラ行きたくない。体が回る。どういうボケ。これにかかってるな。そんなことない。ずれたー。何言って。余裕です。日本フリースタイルボーリング協会会長でした。民放各局一応全部出させてもらってます。え
泣きのもう一回やりますか。いやもうなんか逆に火つきました。女の子にキャーキャー言われたくて初めてほんで気づいたら女の子に置いてけぼりにしてたんですよ。じゃあ2回戦目です。2回戦目、はい、お願いします。ちょっとやる気が出ます。よし、完全にやる気が出ました。ちょっと魂で緑でいきます。スイーパーいいんじゃない。いけ。かなり疲れてます。よし、これでもストライクに通ると追いかけてるからね。もう分かった。重たっ。うわうわ、今か。本業は。いやー今まで辛かった試合。でも、あでも小学校の時めっちゃ良かったんですよ。でそれで0点で負けたことある。小学校の時そんな負け方しましたね。思い出させちゃってますね。まさに今それ。あの時の最強の選手が隣にいちゃってすいませんって感じです。同点ちゃう？同点？めっちゃおもろい展開やそれ。ここでスライここでめっちゃ3つ取ったら同点。3つめっちゃおもろい展開にできるかどうか。最後持ってる男っていうのを見せつけてやります。見てない？終了。ランルイチャンネル代表としてしょうもない結果を残さないように、しょうもない結果を残さないように、しょうもない結果を残さないように一生懸命頑張りたいと思います。罰ゲームなんですけど、ちょっと声出さないと怖いって。ちゃんと怖い怖い。こんなん初めて。見えてる？見えてない？はい、見えてないっす。クイズです。今から当てるものを当ててください。はい、じゃあいきますね。はい、口当ててください。え、いや絶対絶対虫やん。うわ、美味しくない。え、絶対虫でしょこれ。いや、え、違う、結構いい香りが。もう一個、もうちょっと大きいサイズ。え、まだ食べるんですか。同じの、同じのはマジで嫌。同じのじゃない。そっちの方が大きくて分かりやすい。何さん、絶対虫やん。全然、まあ、可愛い感じですよ。はい、じゃあもう一個。もう一個。これでも美味しそうですね。これの方が分かりやすいじゃん。めちゃいい匂いしてる。まあ、2回負けたからね。匂い、これがあげて。これほら、すごい香ばしそう。匂いする？うわ、匂いします。じゃあ。何の匂いだか分からへん。
はい、絶対分かるかと。これは多分美味しい。みんな食べたことないし。え？何これ。味一緒やね。外してみて、見てください。虫、絶対虫、コオロギとか。え、外していいですか。いいよ。気持ち悪い。最悪やー。はい、お疲れ様でした。体勢の方どうでしたでしょうか。ありがとうございました。まだ口残ってる。いや、まあ、ありがとうございました。もう散々な結果になっちゃってるので、一生ボウリングはいいかなと思ってます。マスギさんが途中変わった投げ方されました、ね、どうでした。途中ね、もうびっくり、なんか本気でやるわとかって言わって何したはんやろって思って大丈夫かなって思ったけど、でもまあ楽しかったですね。いかがですか。いや、もう楽しかったです。全然まだまだ。そうですね、もう全然そんなもんじゃないと。はい、まだまだいけますか。もうまだまだいけます。ちょっと今度ね、マン君がまた帰ってきた時に3人で対決とか。あ、ボーリングはもう、もうボーリングはもう違う対決とか。バレしましょう。バレしましょう。今日は MK ボールの上賀茂ボールさんの VIP 室をお借りしてですね、使わせていただきました。よかったら、概要欄の方チェックして行ってみてください。よろしくお願いします。 YouTube で、親父キャンプ飯という、キャンプのドラマをやってるので、よかったら見てみてください。ありがとうございました。バイバーイ。